白川市出身の遠藤純選手が東京オリンピックに臨むなでしこジャパンのメンバーに選ばれました。遠藤選手の家族からも喜びの声が聞かれました。今日行われた東京オリンピック女子サッカーなでしこジャパンのメンバー発表、14番目にその名前は呼ばれました。12番遠藤純。白川市出身でなでしこリーグ一部の日テレ東京ヴェルディベレーザに所属する遠藤純選手は21歳。スピードを生かしたチャンスメイクが持ち味で、2年前のワールドカップには当時チーム最年少の19歳で出場。なでしこジャパンの指揮を執る福島市出身の高倉麻子監督は、遠藤選手を含めた若い選手に期待を込めます。本当にメンバーをこう絞り込んでいく中で、若い選手の台頭というのは大きななでしこの力になりましたし、地元のサッカーチームの監督を務める父敦史さんの影響で2歳からサッカーを始めた遠藤選手。小学6年生の時、2012年のロンドンオリンピックで日本対アメリカ戦を現地で観戦し、カメラを前にこう話していました。惜しくも銀メダルだったけど、やっぱ自分もなでしこに入って、今度は自分が金メダル取って、幼い時から憧れていたオリンピック出場という夢を叶えた遠藤選手。遠藤選手の父敦史さんも喜びをかみしめます。とても嬉しいです。純の姿、頑張る姿を見せてもらって、いろんな人たちに力を与えて、そして自分でも、悔いのないオリンピックにしてほしいと思います。